東京ドームです。読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日はデーゲームなんですが、選手にはどのような影響があるものなのでしょうか。まあ今の選手はコンディションを作るのが非常にうまいので、特にデーゲームだからといって大きな影響はないと思いますけどね。そうですか。さあ、そして打席には上田が入ります。さあ、得点圏には先制のランナー。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。そうですね。初球打ち、これはどうだ、ヒットになった、ホームに送球、これで3連打、ワンアウト満塁です。さあ、そしてバッターボックスには島が入っています。さあ、なおもピンチの場面で満塁となっています。左中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった、二塁ランナー三塁も回った、サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ファーストランナーもホームイン、スワローズ先制、3対0、ジャイアンツなおもピンチが続きます。残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、ただこういう負け方の方が案外選手は気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。ああ、そんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。勝ったヤクルトスワローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。